はい、どうも、ネギです。まあ、今回はね、龍が如く極み、第7回を始めていきたいと思います。まあ、前回の続きから、ここからですね、お、なんか光ってるものある。龍と、恋だっけ今回。龍と恋ってさ、絶対さ、桐生一馬とさ、あれじゃん。錦山やん。よし、始めていこう。伊達さんに話聞いた方がいいね。何か分かったら連絡しろよ。えい。なんかすげえ変な音聞こえるんだよね。何すんだ俺は。あ、169ある。あ、ここじゃない。あ、なんか、ここ、なんか上、入ってるから。よし、これを取って。うわ、84だ。あ、取れる。もう取れないよね。で、ピンク通りの裏にある龍神会館へ向かう。よし、わかった。こっちか。ぶっかっちゃった。あ？なんだこいつ。いやー、こいつすごいな。キーウに喧嘩を打ってくるなんて。なんてやつ。うわ、違う。マジマのお兄さんだった。立ち回りがいい。よし、オッケー。来た。ほら。キリュー。立て立て立て。おれい。オッケー。ステイヤー、ステイヤー、極み、おら、よし、きた、極みですね。ステイヤー、極み、おっしゃ。さすがや。よし。よっしゃ。30回やってんのか、俺はもう。累計。そりゃ長いわけだ。てか、どこやねん。あ、このまますぐや。どけい。どけい。あ、待って、違う。めっちゃ間違えた。うわー、最悪、道めっちゃ間違えてる。うわー、無駄なことしちゃったー。無駄だ。こっちだよ。ん？ここか。うわ。お久しぶりです。おお、桐生か。はい。先日、出所してまいりました。で、世良の葬式であの大暴れか。どうした？罪でも入れ直しに来たのか？いえ。うわ。すげえ、ここ。この文様は、月下美人。一年に一晩しか咲かねって花だ。そんな花あるん？この入れ墨、俺が掘ったって言いてえのか。確かにこれは俺の文様だが、最近は真似するやつも多い。俺は掘った入れ墨は全部覚えてるんだ。こいつは俺じゃねえよ。違うんだ。そうですか。
もしもし。おお、お前か。誰？ああ、いるぜ。錦。錦山からだ。うわ。キリュウだ。久しぶりだ、兄弟。うわ。どうして俺がここにいると？情報ってのは権力の大きいところに集まるもんだ。今の俺は欲しいと思った情報は大概手に入る。やば。水木の死体はもう見たか？なんだと？お前と差しで話がしたい。明日夜のセレナで会おう。うん、セレナで夜の10時。すごいな。背中の竜に色入れ直してやる。弱い竜じゃ今の西山には勝てねえぜ。うわ、痛そう。めっちゃ、もう十何年も前か。お前は竜を、そして西山は鯉を背中に入れた。入れ墨ってのは背負ってるそいつに光らせるもんでな。今錦山の背中はすげえ色に輝いてるはずだ。ほう、これでやっとあいつはお前と対等に張り合える。俺と？甲が泳ぐ鯉は山脈を経てやがて龍門に入る。龍門を登り切った鯉は龍に生まれ変わるんだ。へえ。やさあ、龍門を登り切ろうとしている。最後に龍になるためにはお前という相手が必要なのかもしれねえな。さすがに多分ね、錦山とはね戦わないと思うんだよね、まだ。どうぞ。さすがにまだね戦わない。おっ、この桐生ちゃん止まりなさい。真島のお兄さんだ。はよ出さんかい。お、なんだ。アウト。見つかっちまったか。巡査、真島巡査って何？待って待って待って、真島の兄さんもさ、アウトじゃん。オッケー。オッケー。いや、バット持ってるとこっちひるむんだよな、めっちゃ。あ、もう上り壊れてた。一瞬しか出ねえ。マジで上りが一瞬しか出ねえ。ヒートアクション。うわ、すごい。ちょっと強いな、兄さん。こけろ、オッケー。ほら。いや、当たってるんかい。いや、当たってんだね。当たってんだな、あのなんかちょっと範囲攻撃。よし。いや、強いわけ。
おもろいな。おもろくないわ。ねえちょっとお兄さん、遊んでいきませんか。行かねえよ。もうタクシー乗ってさ、さっさと帰ろ。お会計より一がいいですよ。うん、なんか光ってる。光ってる光ってる。コインロッカー。オッケー。これね。ここね。よし、着いた。いやー、どうなるんだろう、この回。セレナ戻ってきた。錦山がここに？ああ。遥かは登場会に狙われてる。連れ出さねえとまずいぞ。まずいね。サイの河原が一番安全だろう。あそこか。まあ、確かにそうだろうが。行かないよ、私。ダメだよ。どうしたの、遥かちゃん。おじさん。さっきお母さんのこと調べに行ってたんでしょ。うん。なのに、なんで連れて行ってくれないの。ダメだろ。入れ墨掘るところ。お母さんに会いたいの。ここに遊びに来たんじゃないの。おい、はるか。このペンダントでしょ。このペンダントがみんな欲しいんでしょ。うん。私なんてどうだっていいんです。おじさんだって、100億円欲しいから私。ああ、さすがに怒るな。すまん。お母さんのこと教えてよ。何か知ってるんでしょ。言えないよ。ねえ、教えてよ。なんとか言いなさいよ。はるか、キリはな、お前のお母さんが。うるせえ、言うな。うわ、これはまずい。今は俺を信じてくれ。それしか言えない。うん。確かにな。私だって信じたい。でも私にはお母さんしかいないの。おじさんが勝手にするって言うなら私もそうする。さよなら。やばい。はるかちゃん。はるか。はるかを探せ。これはまずいぞ、伊達さん。よし、ちょっと強化。こまめに強化する。青木なら知ってる？そしたら劇場前か。劇場前。劇場前。あ、もっと早く走ってほしい、マジで。あ、大きい。よし、来た。あ、キリュウさん。やっぱりご無事だったんですね。よかった。ああ。あれ？でもさっき、例のお嬢ちゃん見かけたんですけどね。え？何？本当か。うん。あ、はい。すぐそこのゲームセンターに入っていきましたよ。ええ。でも、なんか様子が変だったな。どんな感じだった。ええ、なんか妙に寂しそうっていうか。すごいな、青木。声かけられなかったんですよ。そうだ。うん。あいつはまだ店にいるのか。いえ。いや、ちょっとそこまでは。でも店の客に聞けばわかると思いますよ。うん、わかった、ありがとう。心配だな。おっと、誰に聞けばいいんだ。なんか酔っ払った怪しい男が幼い女の子連れてた。危ないよね。マジで。へえ、どこで。七福通りの駐車場のところ。超ヤバそうな感じ。七福通り駐車場どこ。七福通りの駐車場どこ。あ、ここか。あ、方向音痴が。あ、こっちこっちだ。で、こっちね。
おる。長い。長いな。最短ルートで。ああ。うぜえ。おらおら。ヒーローキック。おら。ディア。おら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 。ディア。よし。オッケーオッケー。さっさと行こう。ここの駐車場か。だだっ広い。いた。こいつだ。あ、待って。光っている。コインロッカー。こいつだな。おい。お前、少女を見なかったか。酒持ってこい。脅すよ。おい、小さな女の子を見なかったか。うるせえ。酒だ、酒持ってこい。脅すわ。おい、女の子を見なかったか。どうなんだ。怖い。すいません、さっきまでここにいたんですが、さらってった。スーツの男がさらっていきました。マジで。どこに行った。どこかの公園とか携帯で話してました。どこだよ。あ、でもなんか西公園。うわ、どこの公園だよ。あ、でも逆と逆だな。で、っていうことは、あの近い方から攻めます。この上。ちょっと、やだやだ。うわ、絡まれた。ふざけんなよ。ま、待ち伏せしたら思い切って。オッケー。せいや。なんかちょっと強いのが腹立ってくる。なんか武器になりそうなものもないしな。おい、よし、オッケー。どこ？聞き込みでハルカの足取りを追うんだ。登場会より先に抑えねえとやばいぞ。やばいね。てかここなんだよ。いないんだよ。ここなんだよな。え、違うな。違うな。じゃあこっち？こっちの公園ってこと？ないのよ。はるかを連れた男がどっかの公園にいるらしい。いないのよ。伊達さん。聞き込みで。なんか携帯に来てるけど、関係あるかな？いや、西だ。
ここじゃない。だってどっかの公園にいるらしいんでしょ。いや、ここも第三公園なんだけど、西公園でしょ。いや、この2つなんだよね。いや、あった、選択肢あった。なんだよ、生き損。よし、移動移動。まさか。おい、第三公園じゃねえか。第三公園。もうタクシー乗り継いでるだけやんけ。もうどこだよ。ここの公園とあと一個ぐらいしかないよね。あ、こいつか。ハルカはどこだ。キリュウさんに、伊達刑事ですね。うん。こちらもお迎えする準備が整ったところです。ん？なんで？ご案内いたします。途上。ん？スターダスト。ここは？スターダストだ。スターダストじゃないか。どういうことだ？お入りになればわかりますよ。え、ゆうやと。お待ちしてました、キリュウさん。あ？誰？ハルカは無事なんだろうな。うわ、いた。ハルカ！くそ！うわ。ひで。私たちはどうした？別室です。縛るくらいはしていますが、無事ですよ。うん。何者だ？お前ら。それはやめておきましょう。お互いのためです。それより、お嬢さんが持っている大見連合かな、あれ。登場会じゃない。お渡し願います。渡せばハルカを返すんだな。もちろんです。なんか怪しいよな。一筋縄じゃいかない気がする。ストップ。そこで止まってください。ペンダントをこちらに投げてください。投げ。すまない。いや、なんかやるよ。伊達さんが走った。撃った。やっぱり撃った。取られてる。無事か。いや、ハルカが。くそ、浅井が腕を撃たれた。うわ。情ないんだね、やっぱこいつら。うわ、応援が来た。うわ。謎の組織。絶対登場、あれだろう。大見連合だよ。おお、マジか。全然あれがない。こっちの手助け。あー、ちょっと待って、1個食べる。インフィニティー。
何なんだよ、本気してんのに横からチャチャ入れてくる。うざい。うざくね、投げるもしね。え、マジでうぜえ。いや、うざいな。え、待って、逃げれない。詰まった、逃げれん。マイクスタンド取って誰だ、拳銃で立ち向かってくるやつ。よし、あ、ダメだ、なんか今日調子悪いかもしれない、俺自体が。あー、クソ、こいつやだな、最後残しとくの。よし、オッケー。うぜえ。こいつだけだと、俺はこいつだけか。オッケー。ほら、は？なんでそのカウンター、こっちにはそのカウンターできねえんだよ。OK。ほら、ヒーローキック。お前ら、どこの組織のもんだ。極道じゃねえな。うん、なんでペンダントのことを知ってる。おい、答えろ。ジン、ジン撃たれた。うわぁ、言いふらさないためか。撃ったの。はるか、大丈夫か？出血の割には傷は浅い。大丈夫だ。でも、鉄、抜かないとじゃん。おじさん、助けに来てくれたんだね。ああ。ごめんね、私が勝手なことばかりするから。うん、確かに。はるか、俺もお前に、謝らなきゃいけないことがあるんだ。ちゃんと聞いてくれるか。言うの？水木、お前のお母さんな。ああ。もう、死んでいたんだ。ああ。すまない。俺は、助けできなかった。やっちゃったな。ごめんな、はるか。いや、よく手動かせんな、撃たれてんのに。あ、キリオさん。撃たれた男の胸にこのバッジがついていた。うん、俺はこの線から少し探ってみることにする。もういいよ、伊達さん、探ったら。頼む。すまない。こんな騒動に巻き込んじまって。何言ってんすか？そんなことを言わないでください。そうですよ。俺らの方こそ、銃向けられたっきり何もできませんでした。すみません。おう。
このお嬢ちゃんが噂の子か。花屋だ。ああ。嫌われちまったかな。なあ、この子をしばらくかくまってほしいんだが。ああ。わかったよ。でも、あんたに頼まれ事するのも妙な気分だな。確かに。ああ。俺もだ。ここに使うといい。まあ、外見はちょいとあれだが。花屋。オンニキル、ありがとう。ああ、いいって。ここならヤクザも警察も攻めては来ねえ。安心していいぜ。うん。キリュウ、俺は一度署に戻る。明日は西県を頼んだ。今日はもう休め。ああ。そうさせてもらうよ。何の事件？伊達さん、須藤、ここは世良の殺害現場です。あ、世良の伊達さんが何か。そうだな、邪魔したな。10年前のあなたは私にとって目標だった。的確な捜査、周到な計画、そして事件への執着心、どれをとっても刑事として一流だった。それが今、あなたの行動が理解できません。何が言いたい？私はあなたとあなたの協力者を監視しています。これは忠告ですよ、先輩。須藤、お前に真実は捕まえられしない。うわ、あ、アジトが使用可能になった。いや、大丈夫です。キリュウ、まだ錦山と会うまでは時間がある。うん。はるかもいろいろあって辛かっただろうから、少しは気晴らしに行ってこい。ないな。だが、はるかは傷が。傷は浅い。それに、あの子にとっちゃ玉の遊びの方がいい薬になるさ。俺はここで待ってるから、行ってやってくれ。わかった。ああ。よろしく頼むよ。傷は大丈夫なのか。うん。もう全然平気だよ。伊達さんも弾がかすっただけだから大丈夫って言ってた。おいおい、それが刑事の言うセリフか。キリュウさん、お暇なんですか。いい、まあな。じゃあ面白い場所がありますぜ。中道通りと太平通りのぶつかる場所に宝くじ売り場があるんですわ。宝くじじゃ気晴らしにならねえな。お、いやいや、話はこれからです。そこの売り場の女に話しかけてみてください。うん。もっと楽しい場所に案内してくれますぜ。はるかは携帯電話持ってるのか。中見世通り、ちょっと距離あるな。距離めっちゃあるな。遠い。もっとマッハで移動できるのがあれば。見てないお店がたくさんあるよ。まあそうだな。ああ、子供には新鮮かも。ああ、そういえば街を歩いた時におもちゃ屋見つけたんだけど、おお、閉まってて入れなかった。いつは開けるの？待て、それはきっと大人が入る店だ。お前にはまだ早い。おもちゃ？なんで？ダメだよ。いや、う、いや、俺は買わないが、買う人もいるんだ。何それ。うわ、これは嫌だな。宝くじの前でヤクザ。ほら、え、うざいな。普通にうざい。え、普通にうざいんだけど。え、普通に待っててうざい。ほら。え、ちょっと待って、体力ないから牛丼屋行くわ。
うわだるいですよね。ここだるいよな。うわだるい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 、本当にだるい。あーだるい、本当にだるい。これえ、こっから入れないじゃん。ここね。いらっしゃいませ。注文する。あ、もう全部で。うまい、うまい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。よし、これで体力回復。よし、牛丼食って完璧だ。で、ここの人に話しかけると。あら、お兄さん何か聞きたそうな顔してるわね。ああ、あいつから聞いたのね。ちょっと待ってなね。入場するには10万円分の掛け札を先に買ってもらうけど、うん、いいかしら。ああ、いいよ。はい、じゃあ10万円分の掛け札1000点ね。いってらっしゃい。いってらっしゃい。なんだ。何ここ。なんだここ。いらっしゃいませ。勝負。班長か。国の班。お客さん、子連れかい。社会勉強さ。迷惑か。別に。ただここには子供料金なんてありませんぜ。うん。はい。さあ、はったはった。じゃあ威勢のいい子だ。うん。じゃあ本当にやんの。入ります。さあ、はったはった。はんだろ。これは、超。オッケー。超でしょ。超は全額してるよ。揃いました。オールベット。ピンゾロの超。ピンゾロじゃん。ふん、やるいいな。入ります。ああ、さあ、ハッタハッタ。超じゃない。これはハンか。500全掛け。超ハン、コマ揃いました。超。お、ハンだ。1-2のハン。よーし、よし、入ります。うん。さあ、はったはった。なんだろ。これは、超。わかった、よし。500ベット。超半コマ、揃いました。超。おう、超だ。3-1の超。うん。お、いいね。入ります。さあ、はったはった。そうじゃねえ。これはハン。500。超ハン、コマ揃いました。超。お、サニのハン。おお、よいいね。入ります。何回やんのこれ。何回やるん。さあ、はったはった。そうじゃねえ。
長。これはパン。パン。長藩駒揃いました。うん。長国の藩。うわ。なるほど。終わったか。ちょっと中座させていただきます。あ、すぐ戻りますんで。なんだ、楽勝だねおじさん。なんか私才能あるかも。確かにそうだな。私のおかげで勝ったんだからね、何かおごってよ。いやお待たせしました。年のせいか正面が近いもんで。さあ続いてまいりましょう。入ります、勝負。次はね、はん。本当入ります。さあ勝った勝った。そうじゃね、これははん。いやいいよ、じゃあ全国勝や。長藩駒揃いました。藩長藩だ。あ、長だ。残念だったな。お座りいただきましょうか、お客さん。なんで気安く触るな。何しやがる。何やってんだ。邪魔すんじゃねえよ。邪魔したな。待ちやがれ。あ？おじさん。おい、あれ。なんだおりゃ。ずいぶん変わったサイコロだな。イカ様じゃねえか。どうなってんだこれ。ふざけがって。うわ。おい、出てこい。イカ様だ。つまみだぜ。は？イカ様されたのに、俺らがやられたのに、イカ様されたのに、こっちにやられた。なんで、さすがに理不尽じゃねえ。なんかさ、敵ちょっと強くなってるよね、やっぱ若干一発こんな食らわないでしょ。マジで一発でこんな食らわない。ちょっと待って、なんか使うわ。ちょっとこれじゃさすがにだわ。どうしよう。ちょバット使うわ。ちょっと反則かもしれんけど、もうこう打開するにはこれを使うしかない。ほら、みるみる溶けていく。おらい。あぶ。ちょっと待った。もう勘弁してくれ。さまあやらかした壺振りのけじめ。どこでも相場が決まってるもんだ。いや、でもそれは。お客人。大変失礼いたしました。手前、ここの仕切らせていただいております。誰？この壺振りは流れ物でして、どう知らぬこととはいえお詫びの言葉もございます。この落とし前はきっちりつけさせていただきますので。そんなこの後始末手前どもにお任せいただけませんでしょうか。もちろんただでとは申しません。うん、俺たちも帰るとこだ。あとはあんたに任せるさ。ご理解いただきありがとうございます。何なんだこのじいちゃんは。射撃銃。
そろそろ時間だ。はるかをサイの河原に預けに来い。わかった。よし。サイの河原へ向かえ。もうタクシー、ちょっと遠いけどタクシー使おう。こっちから行って。そっちの方がなんかね、近いような気がする、俺は。ちょっと寄ってきませんか？いやー、バットの修復したかったなー。あの、最後から行くから。お？何？マジで？こいつアジアだ、いいかってるぜ。よっしゃ。ほらほら、オッケー。ちょっと待ってくれ、さすがに。よし、ここでなんか、よし、 OK。 ちょっと待ってくれ。使うの嫌だな。オッケー、入った。おら、入った。オッケー。いや、これね、何か持ってね、これやった方が強いよ。オッケー、いった。おい、もういいよ。おもろいな。もうだるすぎ。よし、ここだ。キリュウ。よし、そろそろ時間だ。ああ、10年前と今の錦山は別人だぜ。ああ、何仕掛けてくるか分からない。別人だな。奇襲があるかもしれん。はるかを頼む。分かってる。10年ぶりの親友と飲んでくるよ。少し遅くなるかもしれない。うん、気をつけてね、おじさん。うん、セルナへ向かえか。よし、ちょっと金属バットを修復するために、あのちょっと武器屋のおっちゃんのところに。この人いらっしゃい。よし、修繕。金属バットいらっしゃい。何かある？武器。あーねえ、特にない。オッケー、バットがあれば結構いい。あ、セレナの格好だ。よし、着いた。体力は、あ、大丈夫、余裕。よし、セレナ着いた。
ニシキいる？レーナ、お前なんでここに？これからニシキが来るんだぞ。だからよ、あなたたち殺し合いでもするんじゃないかと思って。レーナ、あえているんだ。来たか、ニシキ。ニシキだ。ニシキ。ニシキ。久しぶりだな、兄弟。レーナ、酒を。うん。10年ぶりだ、お前とこうして飲むのも。うん。ああ。面会にも行かなくて悪かった。俺もいろいろ忙しくてな。確かにな。そうだろうな。そうだろう。俺は、どうしても100億を手に入れたい。お前が連れているガキと、ペンダントを渡せ。担当直入に言うな。その前に答えろ。なぜ水木を殺した？すごいね。殺す気はなかったんだ。ユミの妹を殺すつもりなんかな。いやーすごい。あ、親父。何やってんだお前ら。うわ。すいません。この女、結局口を割りませんでした。誰が殺せと言った？親父。待ってください。ユミの妹なんだぞ。誰が殺せと言った？誰が殺せ。玉切れ。親父、あとはきっちり片付けておきますから。10年間俺はユミの行方を追い続けた。ユミの妹がセレナで働いていると知り、俺はずっと彼女をマークしてたんだよ。いつかそこにユミが現れるんじゃないかってな。ハルカのこともそれで知ったのか？巡り合わせだよな。あの娘はひまわりにいたんだ。俺たちが育ったあの孤児院にな。水木はその後アレスを持ち、そして姿を消した。ひまわりにいた娘も。そして登場界の100億が抜かれる。だがな。それは。そうだ、ユミの指輪だよ。こいつが現場で見つかったんだ。ユミはいる。近くに。必ずな。うん。信じたい。キリュウ、これは登場界の戦争だ。お前一人でどうなるもんでもない。悪いようにはしねえ。ペンダントを渡してくれ。ハルカにとって、残された母親とのつながりだ。お前らの戦争なんて関係ねえ。変わらねえな。変わらないね。だからユミもお前に惹かれたんだろう。うん。みんなお前の味方をする。昔からな。俺のことを憎んでいるのか？わかる。だが、結局俺はお前を裏切った。風間の親父もな。うわ、全部ね。もう後戻りはできねえ。まさか、風間の親さんを撃ったのは。なあ。ああ。さすがにあん時、手が震えた。うわ。やめてよ、二人とも。なんでだ。じゃあ、あのスナイパーは、親さんに世話になった恩はねえのか。まだくたばっちゃねえだろう。それに、今はシンジも一緒だしな。おやさん、着きました。お前、シンジを盗聴して。うわ。10年前のあの日から、俺は誰も信じちゃいない。俺は俺のやり方で登場界のトップに立つ。どうしても水木の娘よこさねえなら、お前でも容赦はしない。変わったな。好きにしろ。だが遥かを渡さねえ。お前の道具になんかさせやしねえ。
変わっちゃったな。お前とはもう一度一緒にやりたかった。だがもう今日限り兄弟じゃねえ。なんでこんなことになっちゃったの。なんで。ニシキ親父、手はず通りで。なあ、やってくれ。やってくれ。何を。うわ、来た。うわ、逆からも。ここでやんのか。錦山組組員。このさ、なんだそのさ、うわもうひどい、もう。あーひどい、後ろから来るじゃさすがに泣いて。いやひどい、ひどすぎる。いやなんかさ、このキャラ特有のフィニッシュブローみたいなのあるじゃん、その最中にやってきてダメージを食らうっていうのはさ、さすがになすよね。よし、外にもいるんかい。すごっ。めっちゃおる。ちょっとあれ使うか。あれ、お久しぶりです、ケリュウのおじき。必殺のあれを使うときにやってきたかもしれない。恨まんでください。よっしゃ、必殺技を使う。必殺カジキ砲、知らないでしょ、カジキ砲だ。うわ背中刺された。カジキ砲を使うから。知らないでしょ。よし、でその辺のボス拾って、やばい、オッケー。いやこれでだいぶ楽になったでしょ。あーやばいな、これはこれはまずい。よし、オッケー、攻めてる攻めてる。立ち直れ。いや、これじゃない。オッケー、入った。入った。オッケー。
刀取って、やばい、いやもう自動カーソル付きだったらな、これがやばい、これじゃない、いやマジで使いたくない、なんだよそのヒギ、うら、オッケー、うら、ほらほら、ガードしてんのにさ、もう全然してくれないよね。やっぱり、やっぱ刀銃ってもうガード不能なんですよ。やっぱこういうゲームのね、理不尽なところは、立った瞬間にやられる。よし、まあなんとか勝った。失礼しますよ、海長さん。あっちげえ。ほら。3000万だ。今日の稼ぎだ。あ、違う。3000万じゃない。ご苦労だった。おいおい、もっと感謝してみせろよ。今日の分だけであんたの欲しがってた金額はクリアできちゃった。あ、3000万か、じゃあ。そうか。恩に着る。そうそう、初めからそう言えよ。ま、今日はでかい取り立てが久々にできたんだ。組長さん、あんたラッキーだぜ。何？ま、借金まみれでギャンブル狂いの医者にも感謝した方がいいな。ん？医者。でもあの野郎も急に金ができたから返済するとか抜かしやがって。一体何やれかしたんだろうな。そいつからいくら切り取ったんだ。3000万だ。は？親の遺産でも入ったのかね。おい、何なんだ。まさか日吉先生、引き地どちら。3000万、用意できます。うわ、こいつか。ああ、うわ、あの先生だったか。怒ってる。錦絵。やろ、どこに行きがった。もういないんだ。騙されたな。うわ、あの、何かあったんですか。クソみてえなやつにも頭下げて、死ぬ気で金を用意したってのに、今までの時間は一体何だったんだ。もう優子には時間がねえってのに。Ah!
大変だ。第8章作望わからん。はい、もう今回はここまでにしたいと思います。まあ次回ね第8回やっていくと思うんで、まあ気になる方がいたらぜひねチャンネル登録とまあグッドボタンよろしくお願いします。あざした。